道館を守っていた芝氏巨匠石田三成は信じがたい。さらに芝氏は敵軍の中に最も身近な者の姿を、弟は何らかの事情を抱えているのだろう。しかしそれは信念のもと動くならば、その強さを戦場に示せ。水戸ダッキと組んで攻めてくるとは腹が読めんな。向こうには芝将もいるみてえだな。ダッキはかつてオロチの参謀を務めていた。だが理由がどうであれ、剣を取る以上は敵。将来の言い分は戦場にてと。お前がそれでいいなら俺も依存はない。グズグズしてはおれん。行くぞ。剣に立つのはこの私だ。先導が人をたばかり兵を起こすか。ダッキ、何が狙いだ。向こうには変な奴らじゃねえ、普通の奴もいるぞ。なんでだ、おいらたちのやつとも戦わなきゃならねえだか。将、何が起きようとしているのか。今はこの刃で問うほかあるまい。行くぞ。敵にどんな意図があれ打ち砕くまでだ。ダッキとそれに組みする者どもを撃て。いやん、宗師さんたらやる気満々。皆さん、私をしっかり守ってね。ヤツらがダッキを組みする一致、私の剣にて見極めてやろう。ベンネ、ダッキは道館に籠城中とのこと。小ざかしいこと。運転を制止する。捜索兵を呼べ。工作兵はすぐには来られまい。今は前線の砦を堅守するのだ。避けられるか。なぜダッキに気にしている。この状況でゆっくり説明できるか。バカ、何度と降伏したらどうだ。本当は理由もなくバカどもに降伏なら。そこは通してもらうぞ。くそ、どこまで来てる。何やってんだ俺は。お願いで侵入路が封鎖されています。工作兵進軍できません。工作兵が立ち往生しているのだ。我々は侵入路の確保に向かうぞ。工作兵は任せた。私は陽動によって敵の目をそらすとしよう。手加減はできない。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。侵入を確保しただよ。なきゃダメだよ。これで工作兵が来られるぞ。ご支援ありがとうございました。運転手の準備に向かいます。この身、朽ちるまで戦う所存。逃がさんぞ。容赦はせん。あがし、容赦はせん。容赦はせん。ではないよ。あの兵たち、何やら不穏ですね。それがしが参る。毒のある花は私が散らしましょう。
なに頼もしいですわ。私も負けていられませんわね。私がそれがしがマイル。あなた方何をするつもりです。ここは通しませんよ。私の甘さ笑いに避けられるか。失礼、礼は申し上げて。浮き止め、浮き止め。死にゆく美しさなど私には不要です。私の手敵将撃ち取った。逃がさんぞ。これより補給艇の設置に取り掛かります。俺が出るよ。私が出る。逃がさん、死ね。ここを通りたいの。だったら私を倒してからにした。手加減はできない。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。これでよければ相手になる。楽しくなってきた。大派手に暴れるぜ。なきゃダメなんだ。ダッキについて一体何を考えている。資源は避けられるか。何も言わずに道をとは言えませんね。浮き止め、避けられるか。侮れない強さ。ここは引くしかなさそう。私が出る。運転がかかっただよ。一気に攻めるぞ。敵将撃ち取った。兄上、一体どこから。将、お前の真意見極めさせてもらうぞ。さすがは父上、兄上。一筋縄ではいかないか。もしかして追い詰められちゃってる。俺が出るよ。みんな、早く戻ってきて。手加減はできない。今が好機。全軍、敵本陣に攻め込め。ダッキーは僕に行かず、邪魔だから道を開けて。ダッキーを捕らえる。立ち塞がる者は取り留めて撃て。避けられるか。避けられるか。私とやる気なんだ。浮き止め。いや、負けちゃった。お
お前たちの目的聞かせてもらおう。めんどくせとはもう言わせる。説明してもらうぞ。翔、輝かしき勝利、昇りゆく朝日のごとくだ。おう翔よ、お前たちは未来、説明は少し面倒な。手間を惜しむな翔、お前のなすべきことは分かっていいよ。信じてもらえないかもしれませんが、この後人間は強大な敵に、その未来を変えるために。荒唐無稽な話だが翔、その言葉信じ。兄上、どうせそのようなことだろうと思っていた。曹飛と曹操は動けんが、俺、曹飛様と父上がお前の言葉に重きを置いた証だ。せいぜい期待に応えてみせる翔。お見事ですわ。お